次の曲は、もう結構路上の初期から路上が本格的に始まったぐらいから、できた曲なんで結構ノリもいいです。よかったら手拍子ください。お願いします。幸せの方程式です。聴いてください。アーティストさんがいるので、よかったら最後までインターネット中継の人も見ててください。ありがとうございます。